サッカーー選手ポジションはフォワード1950年のブラジル W 杯で事実上の決勝戦となった第2次ラウンド最終戦のウルグアイ対ブラジル戦にて右ウィングのギジャは後半34分に決勝点となる2点目を挙げウルグアイを2度目のワールドカップ優勝に導いたギジャがゴールを決めた瞬間 マラカナンに集まった20万人の大観衆は静まり返ったという。同大会では出場した4試合すべてで1ゴールずつを上げている。大会後はイタリアの AS ローマに移籍し、イタリア代表としてプレーした。1968年に41歳で現役を引退した。2013年12月6日にブラジルサルバドールで行われた2014年。 W 杯組み合わせ抽選会には86歳の高齢ながらドロワーとして参加した。2015年7月16日、心不全のため88歳で死去。この日はマラカナンの悲劇からちょうど65年後であった。ギジャの死去によりマラカナンの悲劇のうるぐア代表メンバーは全員が他界する運びとなった。AB マラカナンの悲劇の英雄ジャシが死去ゴール2015年7月17日。ありがとうございます。